ジャンピエールジョスソーは、フランスの元レーシングドライバー。1978年1980年のルマン24時間レース、優勝者。カルバドスケンカーン出身。1963年に、ジムラッセルドライビングスクール、ウィンフィールドレーシングスクール入学。1964年、シェルの支援を受け、F3 に参戦。翌年から、マトラのワークスチームに加入。 在籍3年間で選手権のランキング上位につける活躍を見せる。1970年にフランス F3 チャンピオンを獲得。翌1971年にマーチから F2 に参戦。1972年はプライベートチームのブラバムでマイク・ヘールウッドとヨーロッパ F2 選手権チャンピオンを争った。1973年から耐久レースに転向。 この年のルマン24時間レースにマトラから出場。ジャンピエール・ジャブ・イーユーと組み、総合3位。1976年にルノースポールに加入。1978年、ディディエピローにと組んで、ルノー・アルピーヌ・エ442バイトを借り、ルマン24時間優勝。ルノーにとってもルマン初優勝だった。1980年は、 ジャンロンドーとのコンビで、ルマン2勝目を挙げた。1983年まで出場した。1982年にはパリダカルラリーに、メルセデス・ベンツ G クラスで参戦。1991年と1992年には、カミオンクラスにデビューしたばかりの日の、レンジャーで、パリダカに参戦した。1992年に引退後は、レースインストラクターを務める。ありがとうございます。